放送席、そしてスワローズファンの皆さん、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローは投打のヒーローにお越しいただきました。まずはおよそ4ヶ月ぶりのプロ3勝目を挙げました先発吉村貢司郎投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。吉村投手、復帰後初勝利、およそ4ヶ月ぶりのプロ3勝目です。今のお気持ち聞かせてください。そうですね、一回離脱したんですけど、しっかりと投げれたので、嬉しい気持ちいっぱいです、はい。その復帰後初勝利がかかった今日のマウンドでした。どんな思いでマウンドに上がっていたんでしょうか。まあ、そうですね、前回登板不甲斐ないピッチングをしてしまったので、一人一人しっかりと抑える気持ちで一回一回積み重ねて投げていこうというふうに思ってました。その一回一回を積み重ねて6回93球1失点という内容でした。今日のピッチング内容、ご自身ではどのように振り返りましょうか。そうですね、本当に丁寧に投げれてましたし、野手の皆さんが初回に点数取っていただいたんで、強い気持ちを持って投げることができました。まさにその初回にいきなり3点の援護がありました。本当に頼れるメンバーたちですね。そうですね、ありがとうございます。そして吉村投手にとってはこの神宮では久しぶりのこのお立ち台、この景色、そしてファンの声援はどのように感じていますか。そうですね、すごい皆さんの声援が自分らのパワーになるんで、これからもよろしくお願いします。この終盤に向けてまだまだ吉村投手の力が必要です。ファンに改めてメッセージをお願いします。しっかりと一生一生積み重ねられるようにこれからも頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。まずは当のヒーロー吉村貢司郎投手でした。おめでとうございます。まあ、君、かっこいいじゃないですか。はい、かっこいいです、ね、スタイルいいし、めちゃくちゃいいです。スタイルはいいし、スタイルも顔もすべていい強いです。よしです。はい、ネクタイを最後までキュッと締める、当たり前やん。面白くないですか。今日は使ってくださいよ、絶対に。開幕に向けての意気込みを今日は聞きに来てうんじゃなくて、ウィーナーたちが笑ってる、ウィーナーたちが笑ってる。ショーって高ければ高いほどくるくる前に。全部聞こえてました。この1分20秒の会話が邪魔じゃないとこって言ってここ選んでました。